こんにちは、河野玄太です、僕は今、東京大学医学部6年生で卒業を間近に控えてるんですけど、この度、医師国家試験を受験します。医師国家試験っていうのは、医学部で6年間勉強して卒業した人が医師になるために突破しなければならない最後の関門です。で、今その試験まであと1ヶ月なんですけど、医学部で6年間勉強してきたとはいえ、まだまだ詰め込まなきゃいけない知識がたくさんあるので、試験に向けてしっかりと勉強していきたいと思います。とりあえず過去問解いてみたんですけど、1年分まあだいぶ合格点下回ってましたね。はい、なんかたまにめちゃめちゃ面白い選択肢の問題あんだよね。なんかね、一周回って面白くなってきたわ。おはようございます。いよいよ医師国家試験当日となりました。昨日はそんなに寝てはないんですけど、2、3時間ぐらいですかね、なんですけど、まあこれね、今日に向けてめちゃくちゃ勉強してきて仕上げてきたので、ちゃんと自分の実力が出せれば、大丈夫じゃないかなと思います。とにかくここから2日間あるんですけど、前半の1日目をしっかりと、実力を出し切って乗り切っていきたいと思います。じゃあ、それでは行きます。いやー、これいけたわ、多分普通にいけたんじゃないかなって感じだけどね。だからまあ2日目よほどミスんない限り受かったんじゃないかな、これ。とりあえず明日はまあ近畿史を踏まない重視でいこうかなっていうでね、まあ多分大丈夫だとは思うんだけどね。今日はねミスだけはしないように。昨日結構解けたからね。2日目どうでした？はい、ついに医師国家試験の合格発表の時間になりました。僕の受験番号は
02993です。はい、02993やるといいな。02993ね、医師国家試験、合格発表の2020ですね。あ、出てます、ね、出てるね。医師国家試験合格発表どこで見るんだ。あ、これか。おお、ある。3月16日14時合格発表速報、出勤地は東京。これだ。おお、02993だから2000番台。わあ、たくさんある。しかもめっちゃたくさんある。今2200だから結構下の方か。2400番台、2500番台、2600番台、2700番台、2800番台、02993だから本当に最後だね。最後の列じゃないこれ。いや、これ最後の列かも。2975まで来たね。2985、いや多分次の列だね。次の列いきます。お、2993あった。いやー、よかった。2993合格してた。いやー、なんかもうマークミスとか、なんか採点うまくされてないとか、いろんなね、落ちうる要因がね、あったけど、まあよかった、なんとか。結構ギリギリの戦いだったから一安心しました。とりあえず無事医師国家試験合格しました。ありがとうございます。はあ、よかった。はい、ということで最強の履歴書を作ろう第1弾、医師国家試験編、無事合格することができました。今後も勉強を重ね、いろんなことに挑戦していきますので、今後ともよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。